はいどうも、水槽立ち上げ大好きカプラです。こんにちは。今日はですね、前回の引き続き60センチ水槽陰性水草もりもりの水槽作っていきます。で、今日は機材のセットアップと、その機材を使ってどんな感じで立ち上げていくのか、そのあたりをちょっとお見せできたらいいなと思ってます。ということで、はい、こんな感じで立ち上がりました。立ち上げてこれ1週間経ってないですかね、 4,5 日経った状態ですね。まだフィルターがついてなくて、まあこんな感じで、油膜が、めちゃくそ張ってます。油膜張ってます。泡がひどいです。油膜が張ってます。一応ポンプね、水中の小型ポンプをつけてます。これで今一応水を循環してて、とりあえずフィルターをね、回していかないといけないかなっていう状況です。はい、もうこれからセットアップするんですけど、使うフィルターはもう断然これ、パワーボックスの SB900X、 これね、チャームで買ったんですよ、さっき届いて。で、値段がね9000円ちょっとなんですけど、これのもう2つ下のモデルがあるんです。 SB450X とか550X かがあるんですけど、値段ねそんな変わんないんですよ。だったら高流量のタイプ買って、土材いっぺんたくさんぶち込んだら、どうせ流量下がるんで、この理論値、流量の理論値があるんですけど、どうせ下がるんですよ。60Hz だと1560リットルで、 50Hz だと1290リットル1時間に回るってことで、めちゃめちゃ回るんですけど、どうせ流量落ちるんで、60センチ水槽で、使っていきたいと思います。もうこのフィルター以外最近は考えられなくて、ここのほんとプッシュポンプで呼び水したり、これね、このユニット、これがね根元についてるから、ちゃんとフィルターのホースを根元まで綺麗に洗えるっていうね。ダブルタップだとここにホースかまさないといけないんで、こういうことですよね。こういう風な構造になる、なってくるんで、結局こっからここの掃除をするためにこっちを閉じてでとか、なんかいろいろやったりするのが結構面倒なんですよね。僕はもう完全にこれ根元にタップがあるタイプね。これで、もともと露材もついてるんで、これね、もともと露材ついてるんで、これ使いつつ、18番活性炭パワーバイオってのがついてるから、まあ、流木ね、をたくさん今回新しい流木入れてるんで、アクが出るかなと、茶色くなってくるかなというふうなのを危惧してますんで、一応ブラックホール用意したんですけど、デフォルトでね、活性炭のパワーバイオがついてるみたいなんで、今回はブラックホールは使わないと。で、このキャビティプロ、これを入れて、まあ、構成していこうかなというような感じですね。はい、こんな感じです。全部キャビティにします。で、活性炭は付属品を使って、あとプレフィルターなんですけど、まあこういう感じでね、付属品ついてるんですけど、これはやめて、ちょっと雑にカットしたものなんですけど、こんな感じで、1,2,3,4,5,66層、6層かなんかの構造で、使い捨てじゃなくて何度も洗って使えるっていうね、フィルターに変えました。で、僕はね、加工があんま好きじゃないんで、適当にカットして、穴もこんな感じで切れ目入れただけにしました。うん、これで十分だと思うんで。で、これをまあ用意したと、フィルターね。で、大事なことなんですけど、これ言うの忘れて、この SV シリーズのパワーボックスって、フィルターのホースが、径がね、16-22なんですよ。これ太いやつね。太いやつなんですよ。で、よく売ってる、まあ、フィルターのステンレスパイプとかって、とにかくね、16-22mm 高いんですよ。値段が。そう、値段が高いんですよ。なんで一応、まあ60センチですね、水槽が60センチなんで、12ミリのパイプで十分かなと、うん、思ってます。
なので12ミリのパイプを使うのにこのホースははまんないんで、フィルターのホースのね変換の、径が変換できるアダプターが必要なんですよね。なんでこれを用意したっていうのが一つありますんで、これでね組んでいきます。はい、完成です。完成。ちょっと呼び水します。はい、出た。水足らんや。油膜吸い取りの調整は向きによっては吹き出るんでこんな感じかな。よし、できました。完成です。とりあえずね、まあ、フィルターはなんとか収まったかな。いい感じで、フィルターなんですけど、まあもう一回改めて SVA900 と、ことぶきのフィルターホースは 16-22mm なんで、パイプの変換径 12mm に変換するもの、 12-16mm のチューブが使えるように変換パイプを使いました。で、このフィルターね、フィルターつけて、付属のフィルターホースのホルダーをつけて、で、パイプね、ステンレスパイプを取り付けましたと。で、スキマーがついてる、塗質の方にね、塗質側にスキマーがついてる、まあ、上から油膜を吸って、お、吸ってる。結構吸うね。まあ、調整によるけど。で、これ吸って、吐き出す。で、油膜を拡散させて、水面をきれいに保つっていうね。うん。水面の空気を取り入れつつ、この中でミキシングして、シャーンって吐き出すっていう、まあ、システムなんですけど、それを、まあ、使ってると。ホルダーも、ステンレスパイプホルダーです。ゼロ度水草っていうブランドなんですけど、もう10年ぐらいね、前からもうずっと昔からあるやつでして、向こうだとウィーンとかね、そういった名前で出してるんですけど、ゼロの水草っていうことで、やってるんですけど、最近というかここ本当1年ぐらいがものすごい成長がすごくて、気に入ってるんですよね。とにかく製品がいいというか、開発力があるというか、すべて自社製品で作ってるんで開発力がすごいんですよね。製品更新がすごいある、まあ開発力、そしてあと企画力に、まあ、富んだねメーカーなんで、僕は今推してるんですけど、非常にいいものを扱ってます。化学反応式ボンベしかりね、いうことで、今回このステンレスパイプ使ってます。はい、こういうのないしね。やっぱりステンレスパイプでね、ガラスパイプとか、アクリルのパイプとかだとねあるんですけど、他のメーカーでもねステンレスパイプってのはないかなっていうのが一つと、いう感じで、こんな感じでセットアップ完了ですね。スキマーもつけれたし、しっかりね水も攪拌できてるし、いい感じかなと思います。これね、もう少しすればまた、ちょっと、最初のね、露材とかの、濁りが取れてくると思うんで、まあ、下ぐらいに見たらまた、綺麗になってるんじゃないかなと思います。